はい、それではね、今回は四角さんの括弧16、魚類の浸透圧調節、まあ、塩分濃度調節ですね、のお話をやっていきます。はい、前回言いましたけども、ここね、一回自分で書いてみてからね、授業を受けてみてくださいね。はい、書いてみましたか？ちょっと書いてない人は一度動画を止めて書いてみてくださいね。書いてみてくださいね。はい、じゃあいきます。じゃあまず淡水魚の方行きましょうか。淡水魚の方。はい。じゃあちょっと絵描いていきましょうか。まず、お魚の絵、よいしょ。およいしょ。はい、こっちは口は閉じてますね。はい、ポイントですよ、口閉じてる、ね、はい。で、まあちょっとヒレいくつかだけ書いておこうか。はい、腹びれ、ちょっとね、しりびれは邪魔になるんで書きませんね。で、あと、まあお目目書いて、目を書いて、エラを書いてね、こんな感じですね。はい、じゃあ海水じゃない、淡水、周り淡水なわけですね。淡水で、周りが淡水で自分といて、ね、状況的にはですよ、自分がいて、自分がお風呂の中にチャポンと入るイメージですね。そしたら水は中に入ってくるか外に出ていくか、どっちかなっていうと、皆さんね、お風呂使ったら手のとこね、なんかシワシワになったりしますね。あれは水が入ってきてるからですね。ってことですから、淡水条件では水が入ってこようとするわけです。ね。はい、水がいいんですね。おっと、これは淡水魚にとっては困った状況です。ね。水がいっぱい入ってきたら体の中の塩分濃度は変わっちゃいますね。まずい。ってことは、水をたくさん出さないといけないですね。水をたくさん出すような方向になるはずだ。ね。ね、水をたくさん出す、ね、まあ、尿として、ね、水をたくさん出す。でさらにあとは、水がたくさん入ってくるんだったら塩分たくさん取ればいいかなってことで、塩分たくさん取ろうとしますね。どっから取るんだ、これはエラの塩類細胞、エラの塩類細胞ってとこから取るんでした ね、はい、エラの塩類細胞から塩分を吸収するってことをするんでした。というわけで、やることは何かなっていうと、まずエラの塩類細胞で塩分を体内に濃度輸送と。濃度輸送っていうのはエネルギーを使って輸送をするってことです。はい。そしたら、ね、水は大量に出すんですね。で、水がたくさん入ってきちゃうから水をたくさん出そうっていう方向になる。ってことは尿としては多量な尿になりますよね。多量な尿。ちょっと上スペース若干空けといてね。はい。ね。大量な尿。どんなっていうのは、自分の体液と塩分濃度が一緒か、それよりも高いか、それよりも低いかっていうことですね。どうでしょう。出せる塩分量は少ないよね。水たくさん入ってくるから塩類たくさん取り込まないといけないわけですから、そういうことをしてるわけですから、塩類をみすみす、塩分をね外に出すってことができないですね。できるだけキャッチして自分の体の中に入れていこうとしますよね。ってことは、外に出せる塩分の濃度は少ない、塩分量は少ない、でも量はたくさんってことは薄くなりそうですよね。ってことは、体液より薄い尿、薄い多量な尿を出していくというわけですね。はい、これで淡水魚終了です。 OK ですか。はい、
まあ、ちなみに言っておくと、これ塩類はあの腸とかでね、腸とかで吸収していきますよ、ね、はい。でじゃあ次、海水、海水の方は、海水魚の方は、重要ですよ、口開いてるのね。で、あとは目描いて、エラ描いて、背びれ描いて、で腹びれ描いて、尻びれは邪魔なの、尻びれじゃない、尻びれですね、は邪魔なので描きませんね。はい、じゃあ順番にいきましょうか。さっき最初始めたの水から始めましたね。はい、じゃあ水に、海水に浸かりました。自分と海水、どっちのが塩っぱいかなと考えてみましょうね。自分の体をペロッと舐めてみたのと、海水をペロッと舐めてみたの、どっちの方がしょっぱいかなと。そんなもん海に決まってますね。ってことは海の方に向かって水が流れていっちゃう。薄い方から濃い方に向かって水は流れていってしまうね。はい、ってことで水は外に出ていく。じゃあ水が外に出てたら困りますね。水たくさん欲しいですね。じゃあ周りにある水ガブガブ飲む、仕方なく海水を飲むんですね。仕方なく海水を飲む。へ、海水めっちゃ塩分入ってるやん。その通りですよ。海水めっちゃ塩分入ってるから、じゃあ塩分外に出せばいいでしょう。ってことでエラの塩類細胞から塩分を外に出します。ってことで、エラの塩類あ細胞で塩分を体外に、あ間違えた、体外に濃度輸送、ん、なんか感情おかしいなんか輸送の湯がおかしいですね。輸送っていうのが起こるわけですね。はい、 OK ですか。で海水取り込んで塩分だけ外出して、じゃあ水だけ吸収していくわけね。 OK。 でそしたらここで塩分を体外に濃度輸送する、体外に濃度輸送するけれども、塩分ってそれでもたくさんあるわけじゃないですか。出し切れないわけですよ。そしたらまあ尿で出すしかないですよね。ってことはまあ尿、しかも水は自分の腸のところとかで吸収しちゃってるわけですから、水、尿の量としては少量ですよね。尿、じゃあ濃度はっていうと体液、同じ濃さの少量な尿ですよ。なんでかっていうと、自分より濃い液体をここのとこんなところに溜めてたら、ここに水持っていかれちゃうでしょ、ね、そしたら尿の量がさらに尿の量が増えちゃうでしょ。だからそれをギリ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 のラインを攻めていくのであれば、水の移動が見かけ上ない体液と同じ濃さの量、濃度ってやつを放出、排出するしかないですよね。ということで体液と同じ濃さ OK ですか。はい、それではね、これで四角さんの括弧16の魚類の浸透圧調節、まあ、塩分濃度調節のお話を終わりにして、次回はその次のページのね、四角さんの括弧17免疫の概要っていうお話をしていきますので、次の動画へどうぞ。